はい、こんにちは、レトスノーノです。10月2日の3問に入る前に、本日は不安を原動力に変えるという内容をお伝えいたします。試験が近づいてきて模試での点数が上がってこないと不安になると思います。でも、まだまだこれから点数は上がります。実際過去の合格者様でも、今の時期に20点台だったけど、本試験では合格していく。そういった方は数えきれないくらいいます。重要なことは、最後まで諦めないこと。また、不安だからこそ、これまで以上に勉強すること。この二つです。不安を原動力に変えて、今日も一日合格に近づきましょう。一日一点伸ばせると信じて、今日も頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入っていきます。借地権者 B が、当初の存続期間満了前に、現存する建物を取り壊し、残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、借地権設定者 A にその旨を事前に通知しなかったとき、A は無断築造を理由として契約を解除することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えはこれ誤りですね。契約解除することできません。当初の存続期間内では、借地権者はその土地を借りる権利があるんですよね。だから無断で再築しても問題ございません。つまり A は解除することができないということですね。ただし、期間満了の際に借地権設定者、まあ、イコール地主ですね。地主に正当な事由があるのであれば、契約解除はできます。で、今回の問題は、例外とか関係なくもう契約することができるってこう言い切ってるので、誤りだということになります。できない場合ありますよね。まあ、原則できませんので。なんで誤りだということです。そして、もし契約解除となったと、地主 A が正当事由を持って契約解除したってなった場合、その場合は借地権者 B っていうのは建物買取請求権を行使して建物を買い取ってもらうことができます。まあ、これでもね、合わせて覚えておきましょう。で、借地借家法っていうのは毎年2問出るんですけども、これ点数取りやすい分野なんですね、借地借家法って。だから絶対落とさないようにしましょう。もし苦手っていうのであれば、まあ、勉強の仕方を変えるなりなんなりしないと、本当にもったいない部分です。ここはしっかりね、2点取ってほしい部分なので、しっかり得点しておきましょう。では問2ですね。宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。丸か×かという問題です。これ答えは×ですね。取引相手が供託所に対して還付請求をして還付された場合、供託所は免許権者に対して営業保証金が不足しましたよっていうふうに通知するんですね。で、その通知を受けた免許権者は取引相手に損害を与えた宅建業者に対して即額の営業保証金を供託してくださいと通知します。その後、通知を受けた宅建業者は、通知を受けてから2週間以内に不足額を供託しなければなりません。したがって、今回の問題っていうのは、不足が生じてからって書いてあるんですね。これが誤りです。正しくは、通知を受けてからなんですね。まあ、今回の問題に関する還付については非常に重要なので、営業保証金制度を利用した宅建業者と還付のつながり、全体像についてきちんと理解しておきましょう。個別指導では動画を使って解説しております。では問3です。都市計画を決定しようとする旨の公告があったときは、関係市町村長の住民及び利害関係人は、〇〇の縦覧期間の満了の日までに、都道府県作成の案については都道府県、市町村作成の案については市町村に意見書を提出することができます。この〇〇に入る期間を答えよという問題です。これは縦覧期間の問題ですね。縦覧期間はどれだけの期間あるかって話です。都市計画を実現するためには住民の意見を聞かないといけません。そのための期間が2週間だという話なんですね。これはもうこのまま覚えていただいて大丈夫です。そして試験1ヶ月を切った今、何を勉強したらいいのか、どのような勉強をしたらいいのか、これをお伝えできればと思います。この試験1ヶ月前はしっかり予想模試を行っていって、そこから弱点を見つけて、そこをしっかり克服していく。これがすごく重要になってくるんですね。なんで大まかなスケジュールとしては、予想模試1回分について、だいたい6日ぐらいですね。6日ぐらいで、2回復習するっていうことを目標にするといいと思います。1日目に50問解きます。
ここでもう2時間使っちゃうので、もうその日にですね、復習できれば復習した方がいいけれども、もしできないのであれば翌日以降で問題ございません。で、2日目は問1から問14ですね、権利関係の部分を行います。で、3日目が問15から32、4日目が30から50といった形ですね。ここは18問ぐらいかな。18問、18問、14問っていう形なんですけども、おそらく権利関係一番時間使うと思います。ここは理解しなければいけない部分が非常にたくさんあるので、一番時間かかるんですね。問題数は少ないけども時間かかると思います。一方で、3日目、4日目っていうのは権利関係以外なので、問題量は多いんですけども、比較的早く終わると思います。で、ここまでで一通り50問復習を終えます。1回目の復習を終えます。で、ここでやっていただきたいものっていうのは、曖昧な選択肢については三角。解けたけれども曖昧だってことですね。本当にちゃんと知識として頭に入っていて解けた。確実に解けたっていうのであれば、ノーマークでいいんですけども、解けたけれども、なんかちょっと知識曖昧だなっていったところは三角をつけておきましょう。で、解けなかった問題については×をつけます。そして、5日目、6日目で、今行った三角と×、ここを集中的に復習をしていきます。ノーマークだったらもう確実に解ける問題っていうのは、もう次やっても大体解けるんですよ。なので、そこは飛ばしていただいて、三角×を中心に勉強します。ただ、×の中でも、全く解説読んでもわからないっていうものがあるんですよ。で、そういったところは、それを理解をして頭定着させるって、そこまで行くのはなかなか難しいので、とりあえず解説を読んでわからないものはもう飛ばしちゃって構いません。重要なことは、どれだけ多くの確実な知識、これを頭に入れるかなんですよ。曖昧な知識は10個あったとしても点数にならないんですね。一方で、確実な知識が1個あれば、それは得点に結びつきます。だから、より多く確実な知識、これをつけていく。これが重要になってきます。だから、曖昧な選択肢と、解けなかったけども解説を見てわかるもの、ここに絞っていくっていうことがすごく重要なんですね。これを行っていけば実力は上がります。残り1ヶ月であったとしても実力を上げること可能です。で、この動画を見ていただいたのがもしかしたら15日前かもしれない。15日前だったとしても2回分の模試は2回復習できますので、その分は実力を上げていただきます。残り試験まで1週間かもしれない。1週間であれば1回分は行えますよね。その分実力を上げていただけます。だから最後まで諦めないっていうところがすごく重要です。ただ市販の模試だとなかなか理解すべきところまで載っていないので、その部分を自分自身で調べなきゃいけなくなっちゃうんですね。理解すべき部分を自分自身で調べなきゃいけない。そうなってくるとなかなかこの計画ではいかないんですよね。調べる時間も含めるとおそらく1日で権利関係14問これを全部復習するまではおそらくできないと思います。できて5問ぐらいだと思うんですね。そうなってくるともう全然時間間に合わないんですよ。なので市販の模試だとこのようにはいかないかもしれない。もっと時間かかるかもしれないんですけども、弊社の模試であれば理解すべき部分までも解説の方に載ってますので、この計画で進めていただけます。実際弊社の個別指導の受講さんも同じようにこの計画、もっと早い方は5日ぐらいで2回の復習をしていただいております。なので短期間で実力を上げたいって方はぜひ弊社の予想模試ご検討いただければと思います。そして予想模試のお申し込みについては、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。今年の合格目指して頑張っていきましょう。